ました、ケンマスクッキング。今日やる料理はね、ちょっとね、もう長すぎちゃったんで、また適当にね、丼作っちゃいたいと思います。はい、調理スタート。はい、今日のね、材料説明いきます。今日はね、この間だから、なぜかもう一本だけ残っちゃった、このナスと、あと、ちょっとね、ニラちょっと余ってたんで、ニラと、あとね、何もないとあれだなと思って、ちくわだけ買ってきました。で、ちくわ、それから、あと、長ネギね、玉ねぎがなかったんでね、長ネギでやっちゃいます。で、あと、卵ね、2個。はい、こんだけでーす。はい、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。まあね、とりあえず、ナスね、はい。ナスはね、こう真ん中一本入れて、そうだな、どうしようかな、今日は。こんな感じで、こんな感じで切ってみようかな、こんな感じで、こう、半月切りで5ミリぐらいかな。あとね、ちくわとね、ちくわね、これ全部多いかな。まあ3本ぐらいでいいかな。3本ぐらいをこんな感じで、これも、輪切りでいいかな、こんな感じで、5ミリぐらいの輪切りにします。はい。はい、あとね、長ネギね。はい、長ネギは、ヘタだけ取ってこう斜めにね、こんな感じに切ります。はい、半分ぐらいでいいかな。はい、こんな感じで、はい、長ネギも切りました。はい、したらね、次ね、タレの説明ね。はい、いつも通りね、これ丼タレで今日も閉じていっていたいと思います。でね、水をこれ 150cc 入ってますね。その中に、ね、今日もお世話のこの、人弁のつゆね、3番濃縮。はい、麺つゆさんです。麺つゆさんはね、調味料界のスーパースターです。はい、じゃあ、150cc に、これを 50cc 入れて、はい、水 150cc に対して、はい、人弁のつゆを 50cc 入れました。はい、それに、はい、お砂糖ね、お砂糖を、大さじ1杯。はい、はい、これで美味しい丼タレの完成です。はい、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、先ほど作ったね、丼タレに、はい、これタレをまずちょっとね、ちっちゃめの鍋にこう注いで、はい、そしたらあと材料を入れていくだけですよ。はい、はい、ナスに、はい、ちくわ、ネギね。はい、よいしょ。いやー、ほんとにね、今日ね、ちょっとこれ玉ねぎ欲しかったな。でも玉ねぎがなかったんで、まあ長ネギで代用しますね。まあとりあえず何でもいいですよね。余っちゃったあの野菜とかなんとかを。で、今日はもう肉もなかったんで、急遽ちょっとちくわだけ買ってきたんですけど、まあこんな感じで、まああるもので何でもこう丼だれで閉じちゃえば、もう何でも丼になっちゃいますよ。はい、今日はこのね、ナス、ちくわみたいなね、なんかあんまりない組み合わせですけど、とりあえずこんな感じでやってみます。はい、いい感じにね、グラグラ煮立ってきました。なんか美味しそう。まあこれでね、ちょっとまあナスなんで、ナスにはこれこの甘辛い味をね、染み込ませるためにもうちょっと煮ますね。はい、ちょっとね、しばらく煮てね、ナスもね、しっかりね、味吸ってね、柔らかくなりましたよ。はい、そしたらね、ここまで来たらね、はいね、ニラね、ニラぴょんぴょんぴょんとニラぴょん入れて、はい、いい感じ、いい色味ですね。はい、そしたらここまで来たら、これ卵2個、はい、卵2個ピューンって溶いて、よし、はい、これに、はい、かけます。はい、ビューンってかけて、よいしょ。はい、したらね、ちょっと蓋して、はい、ちょっとだけ蒸らしますよ。よし、はい、蓋してね、30秒ぐらい経ちました。はい、こんな感じでね、卵が半熟状態になったら、はい、完成です。はい、はい、そしたらね、出来たてのこのね、ちくわとナス煮たやつに、こいつをこの、はい、熱々のご飯にぶっかけまーす。よいしょ。うわ、うまそう。はい、はい、熱々ね、ご飯にぶっかけて完成しました。今日の簡単丼ね、はい、ちくわナスうどんの完成でーす。うまそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。ちくわナス丼、こんな感じで、うまそう。はい、綺麗に取れてるかな。はい、もうね、お腹空いちゃったんで、もう今日も適当にチャチャチャって作っちゃいましたけどね。今日のちくわナス丼もいい感じにできました。はい、じゃあ今日はこれをもうご飯食べたい、お腹空いた。まあでもその前にチューハイタイム。皆さん、今日もお疲れ様でした。乾杯。毎日楽しい。
これだよ、これ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 、ちくわなす丼。まあ、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。ちくわ、うん、おいしい。うん、おいしい。で、なすと、あ、なすとろとろ、あ、いい感じ。なんか意外といい感じでね、この味の染みたご飯がね、いやー、いただきます。うん、うん、おいしい。お腹空いてるからたまんないわけよ、これ。ほんとね、まあ肉がなくてもね、こうやってね、ちくわとかでね、お手軽にこうやってね、丼ぶりはできちゃいますよ。でね、今日もね、まあ玉ねぎ使おうと思ったけど、なかったんで、まあ長ネギちょちょっと入れたりとか、もうね、家にあるもの何でも、とりあえず丼たれで卵でとじたら、もう、立派な丼ぶりになるんで、で今日はね、このあったのがたまたまこのね、ナスがちょっと残ってて、でまあちょっとちくわ使ってみようかなと思ってやってみましたけど、やっぱちくわやっぱりね、あの魚のすりむねんでやっぱ味がありますよね。でこれもやっぱだしの素材みたいにやっぱタレと相まって、そのタレをね吸ったこのナスがね、また柔らかくなって、このうん、ナスがまた美味しい。でナスとちくわ、まあ当然ね、これ豚肉とかでもとか鶏とかでもね、同じようにやれば全然美味しいと思います。でね、あとニラ合うね。ニラ、本当にいい感じ。うん、美味しい。うん。いやー、今日もこの、簡単にチャチャチャって作ったこの、ちくわなす丼、最高に美味しいです。皆さん、簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。